念のためでいいんだな。ち、仕方ねえな。こうなったらとことん付き合ってやんよ。めんどくせえけど、おめえらがやるっつってんのに俺がやらねえわけにはいかねえだろ。おいモノクマ、聞いただろ、投票は延期だ。ここまで来たんだから最後まで頑張ろう。みんなの力を合わせればきっと大丈夫だよ。私はそう信じてるもん。キーン、素敵です。姫の皆さんは素敵です。そうです、皆さんの希望を一致団結させればどんな絶望だって怖くなんかないんです。何から始めるんだ。モノクマファイルに書いてない死因の件からか。試しに一旦全ての先入観を取り払った上で話し合ってみない？最初からあのやりがち名称になったって前提で話を進めてきちゃったけど、それ以外の可能性を確認しておいた方がいいと思うんだよね。いろんな可能性って言われてもよ。槍以外で致命傷の可能性があるとすれば右手のナイフぐらいですけど。確かにひどい傷だったけど致命傷にはならないんじゃないか。それを言ったら両足の刺し傷と左腕の切り傷なんてもっと違うよな。いきなり打ち止めか。でもまだ見落としてる可能性があるような気がするんだよね。だったら片っ端から思いつく限り上げてみようぜ。そうすりゃはっきりすんだろ。そうですよ、こういう時こそ力を合わせましょう。致命傷を考えましょう。右手のナイフは違うんだよな。それ以外の傷でもないんだよな。それらの傷を全部まとめて出血多量で死んどっ。槍以外の致命傷を考えます。右手のナイフ、それ以外の傷、それらの傷を出血多量で死んだってこと。調子なわけないもんね。見た目に残らないし。それに賛成だ。そうだ、その可能性を忘れてた。見た目には残らない方法って言えば毒殺って可能性があったよな。確かに見た目には残りませんけど、なぜ急に毒の話が出てくるのですか？思い出したんだよ、
狛江田のコテージを調べに行った時に妙なものを見つけたんだ。そこにあった。そっか、そういえばそうだね。あんな不吉なものが事件に関係してないわけないよね。もし死因が毒殺だとしたら、狛江田さんの体に直接的な傷は残りませんよ。ただ毒殺だと体に特徴的な死斑が出ちまう場合が多いけどな。へえ、さすがヤクには詳しいんだな。どういう意味だ。でもまさか自分の体に傷をつけたのはそれをカモフラージュするためだったのか。そういう可能性もあるんじゃないかな。けどよ、狛江田は両手が塞がってたんだぞ。どうやって毒を飲むんだよ。左手は縛られた上に槍を握ってたし、右手にはナイフが刺さってたんだよね。合成の毒でしたらこの前に飲んでおいた可能性もありますよね。いや、瓶のラベルにあった注意書きには即効性があるって書いてあったんだ。じゃあ無理だろ、死ぬ直前は両手が塞がってんだからよ。ここで硬くなる尻尾の登場だ。お前はその尻尾を過大評価しすぎだ。そもそもあいつの口はガムテープで塞がれてんだぞ。毒を飲むにしたって口に入れられねえじゃねえか。どうやっても毒を飲めないなら無理かもしれない。こう見せかけてまだ可能性はなくなったわけじゃないよ。あるのか。ねえよ、どう見ても槍で死んでんじゃねえか。むしろこれだけ可能性が絞られたら逆に考えやすいかもしれないね。消去法大作戦だよ。その手がかりは僕の致命の木にあるはず。毒を飲んだわけじゃなくて吸い込んだとは考えられないか。吸い込んだ。その毒薬の注意書きに書いてあったんだ。気化すると危険って気体を吸い込むと危険って意味だよな。毒ガスか。それなら鼻から吸い込めばいいだけだ。